おはようございます。久保です。今ですね、朝5時16分ですね。まあもうちょっとしたら相場解説もお届けするんですけども、ここから N を書く恐れがあります。上髭と短めの下髭が今ね、こう陰線で並んでるんですよね。でその前の陽線っていうのがものすごくドーンと突き抜けて、でゾーンをね突き破ってますね。でこういう形って N を書いてまたさらに上にね上がる可能性がありますんで、108円の方向に行くんではないかなっていうふうに今の時点では考えております。しっかりとね昨日は取れたと思います。で今回の件は先週の4つの仮説がありましたよね。N 字なのかなとかね、それともこうなのかなのかって4つの仮説のうちの収束ブレイクっていうのに、まあ、絞れてきたわけなんで、だからこそ取れたわけなんですよ。でもですね、この収束ブレイクに、まあ、かけたといっても、これに、ね、目星をつけたといっても、今度はねリスクリワードとかロスカットとかテイクプロフィットのこのねバランスで、せっかくここまで積み上げたのに、もうね上昇するはずなのにその前でロスカットで切られてたってこともありますんで、そうならないためにね、次回はあのゾーンをいっぱい引く中でどのゾーンを優先順位として上げていくのか、どのゾーンは無視するのかってことをやっぱりねやっていこうかなと思っております。はい。もう一回買いで取れるんじゃないかなと思いますよね。107円の今672ですけども、ここから買いで入っても十分チャンスがあると思いますので、ロスカットラインは107円の565に設けたりとかね、テイクプロフィットは、1個前の赤字、赤字じゃない、陰線がありますよね。陰線の上髭のどこかで取るわけなんですよ。例えば108円の000でもいいと思いますしね、108円の100でもいいかもしれませんね。ここはちょっと欲張りすぎかもしれませんけども、まあでも N を書いて上に行くことを考えれば、そうですね、108円の150とか200でもそんなにおかしくはないと思いますけども、ここはですね、自分の資金力とあと精神力、それからずっとねチャートを見ておけるかどうかっていう時間、この余剰時間についても相談しながら決めていけばいいんじゃないかなと思います。で最後に質問に答えますね。揉み合いというか、上髭と下髭が両方出てるときに長い時間軸での思考を優先していますけども、これは正解です。15分のように短い時間軸の考慮も、まあ、多少いるんですよ。というのが、あの小さな時間軸っていうのは後々ですね、例えば15分っていうのは後々30分とか1時間に影響を及ぼすんではないかなっていうふうな未来を予見してるんですよ。で、長い時間軸っていうのは過去の積み重ねなんですよね。で、自分がエントリーするべき1時間ですね、今回言ったら。1時間っていうのはもう今アットナウなんですよ。今この瞬間なんですよ。まあ、ですんで、上の時間軸、上位の時間軸と下位の時間軸に挟まれたそのエントリーする時間軸っていうのをバランス取って見る必要がありますよね。でも下の時間軸は私はあんまり見ません。あんまり見ないのはなんでかっていうと、見なくても分かるようになってきたからなんですよ。だから最初は見た方がいいですよね。4時間、あと1日を見て4時間を見て1時間を見て、そして15分で補強して、もう一回1時間に戻ってきてどうするかなって決めるってことですよね。そんな感じでございますんで、15分の足もきちんと見た方がいいと思います。15分足が4本で1時間足になりますからね。でも時にねこれをね私は忘れてしまうんですけども、4時間足っていうのは1時間の4回なんですよね。これ当たり前ですけども、で4時間軸を6回見ると24時間の 1日足になるわけですよね。まあ、ですので全てが別世界じゃなくて、きちんと相関関係にあるわけなんですよ。まあ、ですね、移動平均線もエントリーする時間軸だけで見るんではなくて、その移動平均線は将来どんな形になりそうかなってことを見るんだったら15分足を見ると、今までどんなものを積み上げてきたのかなっていうふうに過去を見るんだったら、やっぱり大きな時間軸1日とか4時間を見るようになるという形でございます。私はこのように使い分けてますね。またメッセージください。それではもうちょっとしたら相場解説流しますんでお楽しみに。